おはようございます。おはようございます。今11時5分ですね。はい、お昼前のひとときどうお過ごしでしょうか。はい、まあ、皆さん関係ないですけど私はこうして過ごしてます。はい、これもフェス用にですね。これもフェス用にということで、で五葉松のね、古葉取りをちょっとやってですね、針金でちょいちょいちょいとかけて、うん、まあ、それなりに形にしようということで、まずは、この草はまず取っちゃいますね。はい、もう作業始まってますか。もう作業、はいはい、ノンストップ30分のノーカット編で。そうですか、無理かな、余計なこと言うからね。で、古葉はですね、これ必ず注意しなきゃいけないのがね、こういうふうに上から葉っぱ取らないように、下からですね、ここから下からこう上にですね、こういう感じで持ち上げるように取っていきます。っていうのは、ここの葉っぱを触りたくないんですね。うん、はい、ということなんで、新芽を傷めないように、下からですね、こんな感じで少し 強めにやっていけば。そこの下にも見えないですか。ここにありましたね、今。ここがチラッと見えたんで。ちょっと見ました。やっぱ時間経つとポロポロ取れていくじゃないですか。そうですね、時期は目待った方が。だから、これも昔先生に言われたのは、はい、五葉松の肌が来るには、うん、フルパー残しといた方がいいよって言われたことあります。真意は分かりません、理屈も分かりません。言われたことがあるっていうことだなんで、はいはい、本当かどうか分かんないですけど、そういう言ってる先生がいましたね。なるほど。で、古葉取るのはなんでって多分話になると思うんで、はい、やっぱり風通しをよくしてあげて、うんうん、もうこれ枯れてるのはもう光合成しないですからね、はい、あっても邪魔なんで、やっぱり風通しをよくするために、こういうところをきれいにしてあげて、元からの初芽っていうんですかね、うん、初芽か、うんうん、それを促すと、はい、いうことですね。ちょっと意外と簡単に取れないんで、ちょっと引っこ抜いちゃってますけど、うん、やっちゃいけないってことやってる今。いや、大丈夫ですか。いっぱい持ってね、うん、引っ張っちゃうと皮もめくれちゃったりするんで。あ、そう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 、あ、それもそうですね、一つコツですね。はい、はい、少しだけ、少しずつやってたんですね。うん、はい、もうこれも葉椒がすごくいいですね。確かにこれ、ね、取ったらすごい良くなりますね。すごい良くなっちゃいますね。とも細かい針金もかけたくなっちゃいますけどね。うんうん、これも売っちゃうんですか。これも売っちゃおうかな。これもだから全部長いこと持ってるんですけどね、これね。もうここ僕畳みたくなりますけどね。これここやったらすごいなんか、そうですよね、この辺にこう持ってきたりとか。そう、いろんなこと考えられますよね。そうそうそう、まああれかな、大まかにかけといて、うん、あとは皆さんに冬楽しんでもらうと。なるほど。でもいいかもしれないですね。この根毛がなかなかこういう五葉松も少ないんでね。少ないですね。うん、面白いなと思って昔買ったんですね。それを生かした作りの方がいいかもしれないですね。そうですね、この根っこ、根の長い根を生かす。はい、そうですね。セロッと、はい、長寿梅でよくこういうのがね、ありますね。ありますよね。ほんと葉椒短いですね。売っちゃうんですか。ってかね、こういうの少し減らしていかないと、じゃあいくら楽しいんですよね。そう、困っちゃうな。ただね、五葉松は世間的にも相場高いです、やっぱり。そうですね、うん、たまに競りの話とかもね聞くんですけど、赤はねやっぱり安いらしいんですよ、いまだに、はいはい、値段つかないって赤松はね、うん、でやっぱり作る場は五葉松と真柏。まあ大きさもあるでしょうね、赤松ってやっぱ葉っぱ大きいから大きくなっちゃいますもんね。うん、うん、そうですね。あと模様は葉椒が良ければそれでいいみたいなところもあるし、うんうんうん、そうですね、やっぱり太い方がね値段とかつけやすいし、うん、赤松のね、普及に努力しなきゃいけないですね。努力しなきゃいけないですよ。これすごい葉椒だな、本当に。でもすごい良くなったね。こんな感じですよね。やっぱりこれまっすぐだからね、うん、なんとかちょっとこれは一回外して、これ迷うな。どうするか。どうするか。そうですね。ここの変化がね面白いですからね。ここがね。うん、まあちょっとやっぱこっち持ってきたいですかね。うん、こっち持ってきて。何パターンかありますね。ね、これも差し枝だからね、こんな風にすると面白いし。うん、だから返すか流すか、うん、下ろすかみたいな。そうですね。とこかな。下ろさないか下枝生かすなら。うんうん、まあ。これとこれにかけてみますかね、2本ぐらいでね。はい、その猶予を残しておいた方がいいでしょうね、売るならね。そう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 、そうですね。買った人が選べるように。そうそうそう。ざっくりですね。これはゆるかけますか、ここは。はい。前回の畳み込みのやつとか、これ、どっちもいいですね。ああ、そうね。あ、前回のね、うん。はいはい。これクラスがいっぱい出るわけですね。まあ、できるだけ
今回は大量放出が目玉になってますからね、昼間さんの。やばいな。本人不在の。本人不在の値段が下げられてたりしてね。値引き交渉受け入れませんと。そうですね。でも、フェスはね、比較的皆さん、そのあのまま買っていただく方が多いんで。そうですね。まあ、もともと安いですからね。まあ、そうですね。ちょっとこの葉っぱはいじらないように。パンパンになっちゃった。この枝を、こういうふうに返したいんで、この針金の下に針金が入ってきた方がいい。これの上じゃなくて。なるほど。ということで、今かけた針金の手前側に、針金をかけると。ああ、そこから考える。一応、それぐらいは。枝と枝かけ渡しちゃダメなんですか？あ、それでも構わないですけどね。うん、ちょっと、ここら辺も曲げたいんで、根にもちょっとかけたいってことですね。もう一癖ぐらいね。もう一癖ぐらいね。緩やかな、うん、上が結構この先曲げる可能性もあるって考えたら、そうですね、もうちょっと曲げた方がいいかなっていう。そうですね。で、今言ったようにこの下に入ってこっちに入ってくるんですね、こっちにね、はい。で、外側に開くということを一応考えてやると、うん、内枝がちょっと効いてきますね、ちょっと。全体で頭作るんだな。だいたま下げたくなっちゃう。下げたくなっちゃう。これですね。まあまあでも、まあまあまあいいんじゃないですかね。ああ、これは、しゃれてんな。しゃれてますね。結構いく。結構いきます。なんでいいかな。とりあえずは。正面変わりましたね。変わりましたね。ちょっとねじったんで。45度。ええー、ああ、この辺でいいんじゃないですか。だから、前そっちでしたよね。こっちでしたよね、多分ね。はい。はい。もうちょっと癖があってもいいかもしれないですけど、ただこれの、あの、根のね、ひょろひょろっていうのもまた楽しいですし、上はもうちょっと畳み込んでも面白いですよね。なるほど。ここね、ここら辺ね。とりあえずこう、曲をつけましたけど、でそれ、こう畳み込み始めると今度これもやりたくなっちゃうし、これもやりたくなっちゃうし。こことかね、この幹に沿わせてこうやったりとか。そうですよね。やりたくなっちゃいますね。やっちゃいますか？やっちゃいますか？これでも難しいんですよね、この枝ね。ここはね、あんまりこう落とすと、ここの曲がりがこう消しちゃうんですね。なるほど。そっかそっか。そう。で、こっち流れするんだったら、あのこれをぎゅっとこういうで頭をこっちに振ってね、こっちに返すっていうのもありますし、まあ、このここは死んじゃうのは構わないんで、これを差し枝としてこっちへ返すのもありますね、それも面白いですね。それも面白い。面白いですね。ここを落ちながらも、これがねぐーっと長くなってきたらもっともっと伸ばして、そしたら頭は逆にこっちへ振っちゃって、あれ正面これでしたっけ、こうか、かな今のところね、ですよね、はい、これあります。下げてだから左に返す、そうですね、こっちへ返す。そうその落とした枝もちょこんとあっていいかもしれない、効いてきますね、下げるかじゃあちょっとここできたらこれちょっと余ってるんで、じゃあちょっと太いかな、ちょっと上から今がいいかな、あ、そうですか。これいいんですよ、それ。これそうこれやったらよ、これしたら枯れちゃったの、うわすごいなこれこれできればいいよね、いいですよね、それ売っちゃおうと思って、本当だよ、すごいよ、ここもありますよ、あ、本当だ、これ葉っぱは縮まっからね、そうですね、葉っぱはここがこっちの方がいいですね、そうですね、ベテラン愛好が難しいって言ってもらえると、あ、なるほど、俺失敗したのはこの上失敗したんだよ、あ、だから曲げすぎたのかなと思って、あ、曲げた時に、傷ついちゃったみたいな、急にしりったと思う、失敗したってのは枝が枯れたってことですか、枝が枯れちゃったんだよ、だからもう一回勉強し直して、なるほどということだそうです、高等技術が詰まったものが、お安く手に入ると、はい、いうことで、これは最高で、端をもいいし、そうですね、面白いですね、縮めたくなっちゃいますね、縮めたくなっちゃいますね、縮めたくなっちゃう、流れが変わった、流れが少し変わりましたかね、
どんどんまた畳み込んできて変わります。僕たちは病気ですから。病気ですよね。もうキリがない、かけたくとこがいっぱい出てきます。ちょっとかけますか。もうちょっとかけるようになっちゃいますね。ちょっとかけましょうか。買った人は1年間楽しんでもらってから開拓してもいいですし。そうですね。ちょっとね、これとこれがせっかくここまで来たら、なんかもうちょっと寄せたいなとか。これが立ってるんですよね。これも気になるけど、まあ遊んでもらいますか。どうですかね。ここね。気になりますね。これとこれね。これかけますか。これとこれだけかけるかな、じゃあ。そんなに？うん、いや、わかんない。ちょっと、一回かけて。絶対そこだけじゃないですよね。やる気になっちゃった。長さがその枝だけの長さじゃない。目起こしまでやっちゃった。目起こし？僕が欲しくなっちゃうな。ダメですよ。我慢します。キムさん、事務所がいっぱい、ね、あるんだから。嫌ですね。嫌ですね。自分で作りたい。もう完成だって思ったら売ってもいいですけど、これがこうなったらいいなの完成を見れずに手放すのが嫌で、鉢作ってますから。あ、そうですね。私もぜひ欲しい。はい、予約したい。でもね、初日来れないじゃないですか。ああ、そうですね。ついに Q さんも鉢を焼くようになって、作るの楽しいですよね、鉢もね。まあ盆栽も一緒ですけど、これにずっと時間使えたらいいなっていうやつの一つですね。盆栽だけいじって生活できたらいいなって多分みんな思ってるって、それのと似たところがあるから、完全なるなんか造形物ですからね。針金の長さ的にまだなんかちょっと終わんないのかな。そうですね。まああと1個だけ。1個だけ。結局ほぼかけましたね。ほぼかけましたね。いいじゃないですか。これを買う人っていうのはやっぱこの動画見て買う人だと思うから、日村さんのものが作った木っていうのが、そうですね。よりね。そう、たださっき言ったように根のところはもう少しお好みでね、どれでもできるし。個人的にはもうちょっとクイックイって曲がったとこ作りたいな。そうと、ね、やっていいと思うんで。今ね、曲げようとしますね。なんか曲げようとしますね。どうしてもこれ我慢できない。我慢できない。いや、こんな感じで、どっちながら作る感じ。どっちを行かすか。返すかと。いや、もともとこっちだったんだけど。返したんじゃないですか。でも、位置から言うとこっちかな。これがあるとね。ね、もっとぐーっと伸びればね、これね。ずっと伸びれば返しても面白いっていう、いいんじゃないですか。そこはどっちもいけるように。消費者さんだと。消費者って言い方。お客さん。消費者購入者さん。一人しかいないからね。はい。が考えれば。そうですね。これもどっちにもいけるように。はい。とりあえず今のところは波長が短いです。波長は短い。はい。こんな詰まってたかなと思うけど。はい。ということでこんな感じでこれも出したいと思います。はい。はい。なかなかこういうのないんでね。はい。これ何の動画ですかこれね。フルハで撮れてるんですよね。フルハはね、何しろこう、下から上、はい、そこが一番痛かった、はい、というのがこの動画の私が歌いたかったこと。じゃあ結構最初、序盤5分ぐらいで終わってたんですか。終わってたんです。僕もなんか改作とかそっち系なのかな。ああ、そうですか。まあフェスでも出しますっていう、まあ目的がありながらもっていうことなんですけど、多分コメントでお値段どのぐらいなんだろうとか来ると思いますね。そうですね。まあちょっとまた考えておきます。それは好みですよね、こういうのもね。好みだし、将来どうなるかなによっても、そうですね、変わるかな。そうですね。まだ可能性の段階な、そうですね、気もしますね。なかなかないんだから。僕も泳げとか半券買いとかいっぱい持ってる人はこういうのそうやって持っててもいいかなって。そうですね。まあ私も多分そんなんで買ったんだと思うんですけどね。あんまり遊ばずじまいでいるんで、遊ぶ前に圧迫してるってことですね。まだあんな感じですから。まだだってまだまだ売らないと。そうですね。次はちょっと大物もやりましょう。あ、そうですね。今度やりましょう。ありますよね。
とりあえずちょっと時間かかるんですけど紹介だけ、紹介だけしますか。それ行くんだ。これ行きたいんですよ。これはね、これも葉っぱとりあえず掃除して剪定まで捨ておきますけど、うん、これはまあとあるちゃんとしたところで購入したやつで、葉っぱが少し伸びちゃったんで、そうですね、うん、あのもう1年ぐらいだけど、端はいいやつですよこれ。ただこんだけの葉張りが今 あるんで、うん、ここがね全然ビヨーンってダラーンって伸びちゃってたんです。で鉢も 1.5 倍ぐらいの大きな鉢で、それをねギュ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 詰めて、これだから一回パチンって切ってみますけど、はい、ある程度もうくっついてると思うんで。立派ですよね。これはいいですよ。っていうかまあだからそこそこの値段で買っちゃったんで、ちょっと安くは出せないんですけど、こういうのを出していきたいと。買った時より良くなってるはずですね。あ、全然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 。これ畳んだってことですもんね、うん、ここね。もうこれ、この間延びがね、もう気になってて、あ、これ畳めば良くなるなと思ったんで。これ辺の芸ですからね、面白い。多分ね、こっちで作ってたんじゃないかと思うんですけど、最初。こっちも面白いんです。こっちもいいですね。うん、古い木ですしね。シャリ見せんなら逆の方がいいのか。うん、こっちはやっぱり天のね、シャリのところが。そうですね。うん、面白いんで。どっちもいいですね。はい、これも売っちゃう。これも売りたいんですね。大物で言うと。あと、あれ、あっちの。これ動画で紹介して、その後植え替えして、これも端を良くなったですね。これいいっすよ、詰まってる、うん、ね、これはね古い木で、これ3本あった木を、日本で作ったやつですね。これもちょっと古葉取って、これもね景色見えますね。これはいいやつ。これはあの生徒会長、元生徒会長が作ってたやつを私が買って、あの綺麗に掃除しておきますんで。わかりました。はい、これも出したいと思います。なんか浅い鉢に入ったら、あ、そうですね、良さそうだなって、ね、思いました。そうですね、南蛮のね、うん、これもね、ええ、葉性がすごくいい木 で古い木ですから、これなかなか、これはでもちょっといいお値段しそう。これはいいお値段しそうですけどね。ちょっとあの雑草抜いておきますんで、はい、はい、これも出したいと思います、はい、よろしくお願いします、一品物です。一品物、はい、ひるまさんの木が欲しいと思った人はチャンネル登録、あ、チャンネル、そうそうそう、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ふわっと終わりました。ふわっと